上にドームがあるよ。天体観測用のドームらしい。私、鈴宮かりん、今日から寮生活が始まります。同じ光岡学園の子とかいるかな。例のためにこんな寮を作っちゃうなんて、おじさんすごいね。すごいっていうか、いとこの例はいわゆるお嬢様、例のパパは IT 企業を立ち上げて一代で大企業に成長させたすごい人なんだ。新生活が始まるんだね。ワクワクしちゃう。私は憂鬱だよ。カリン、怒らないでね。え？お帰りなさいませ、カリンお嬢様。え？へえ、この子がお嬢様なんだ。はじめまして。え？男の子もいるの？よろしくね。っていうか男の子ばっかり。ちょっと京介さん、私がお嬢様って一体どういうこと？うん、うん、ここは鈴宮家のお嬢様のために用意された恋愛寮だ。え、何それ、一体どういうこと？はあ、ねえ、旦那様はお嬢様に学業だけでなく恋愛も経験して充実した青春を送ってほしいと願っている。青春って？だからといって可愛い娘に悪い虫がつくのは嫌だよな。そこで旦那様自らスカウトした恋人候補がここにいる君たちってわけだ、うん、ここにいるのは何かしらの才能や人間性を認められた人間だ。確かにみんなすっごいイケメンでオーラがある、うん、お嬢様が許すなら婚約までしていいそうだ。婚約？わかった。レイは恋愛が嫌で私と立場を入れ替えたんだ。京介さんもきっと共犯者。みんなは知っててこの寮に入ったの？見ず知らずのお嬢様と恋愛してくださいって頼まれて？だって寮費も生活費も無料だって言うし、恋愛が成立しなくてもいいならメリットのが大きいだろ。そうなの？ちなみにお嬢様は気に入らない男子を追い出す権利を持っているからな。さあカリンお嬢様、ご挨拶を。お嬢様のふりしなきゃ。鈴宮カリンですわ。ですわ。でもちょっと待ってよ、お嬢様が彼氏連れてくるなんてずるくね？え、彼氏？もしかして例のこと？あわわわ、は？ふざけんなよ。私のどこが男なのよ、この筋肉野郎！は？は？お前女なの？ほらほら喧嘩すんな。この子はカリンお嬢様のいとこのレイ。本当はその子がお嬢様なんだけど。俺は執事の京介、食事とか洗濯とか家事はすべて俺がやる。おっさん料理できんの？失礼な、俺はまだ26だぞ。俺は柳より。猫みたいで可愛いのにすごいこと言うな。夏の大蔵刊号リボンスペシャルふわふわ、気になる新作がたくさん。心温まるファンタジー、表紙&関東カラー40ページ。